昼下がりのジョージは1957年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画である。クロード・アネの小説、アリアーヌを原作としている。オードリー・ヘプバーンのビリー・ワイルダー監督作品への出演はウルワ氏のサブリナに次いで二度目となった。魅惑のワルツが主題曲として使用されている。コンセルバトワールでチェロを学ぶ純情なパリ娘、アリアーヌ。 私立探偵の父シャバスのもとへ妻の浮気調査を依頼した X 氏が結果を聞きにやってきた。シャバスの現像した写真を見た X 氏は妻と一緒に写るアメリカの大富豪フラナガン氏を今夜撃つと言い残したち去る。父の事件を盗み聞きするのを楽しみにしていたアリアーヌは音楽院へ出かけるものの事件が気になる。フラナガン氏のいる ホテルリッツへ来てみると、X 氏がピストルを忍ばせているところにアリアーヌは、出くわす。アリアーヌの起点で X 夫人は、逃れ、危ういところを助かったフラナガン氏は、彼女と明日の午後を約束する。浮気男とデートなど住まいと思ったものの、結局ホテルを訪れ、美味しい食事と美しいムードミュージックというお定まりの、手にすっかり参ってしまう。 フラナガン氏がパリを出発する時刻が来てよなれた遊び人のようにあっさり別れるが、アリアーヌは悲しげに音楽院へ向こう。数ヶ月後、オペラでフラナガン氏に再会。翌日ホテルを訪れたアリアーヌに、今度はフラナガン氏が参ってしまい、彼女がことありげに話す、男たちのことに気が揉める。偶然出会った X 氏は、シャバスに頼めと忠告。 シャバスが調査するが、我が娘だった。シャバスは、フラナガン氏に、あの夫人は、箱入り娘で当人の言ったことは全部作り話で、愛しいと思ったら、パリを離れることだと報告する。アリアーヌがホテルを訪れた時、フラナガン氏は荷造りを終えていた。心乱れるもののよなれた風を装い、アリアーヌは、リオン駅まで見送る。発車の瞬間、 フラナガン氏はアリアーネを列車に抱え上げる。プラットフォームには二人を微笑んで見送るシャバスの姿があった。ありがとうございます。